くじゃん。はい、YouTube、オードマン TV のオードマンです。久しぶりの動画となりました。本日は緊急報告動画を行いたいと思います。現在私は非常に逼迫しています。何が逼迫しているかというと、お金ではありません。まあ、派遣の私なので、まあ、お金に対して逼迫していないと言ったら嘘になりますけども、まあ、うわ、びっくりした。まあ。うわ、びっくりした。はい、YouTube、オードマン TV のオードマンです。現在私は逼迫しています。金銭的ではなく、まあ、ではなくは、ハケの私にとっては嘘になるかもしれませんが、今、逼迫しているのは、時間的にです。現在、ハケの私は、2ヶ月前に部署移動し、今の ところに来たんですけども、当初は、日当たりの良い窓際の席で、あまり仕事がなくて、良かったんですよ。ところが最近は、次々と仕事がやってきて、かなり、厳しい、忙しい状況となってます。本日は休みでした。1週間ぶりの休みでした。ここ毎日残業続きでかなりしんどい1週間でした。お金のない、しかも株で儲けられない私にとっては残業はとても嬉しいことではあるんですけども、なんて言うんでしょう。常にこう気を張り詰めた状態での残業が心身ともに応える48歳の冬です。はい。先日私は誕生日を迎えて無事48歳になりました。ありがとうございます。ただですね、昨日の夜からなんかこう胃がシクシクと痛くて、まあ私胃が痛くなることほとんどないんですけども、で、家に買い置きしていた胃薬のこう賞味期限を見たら2019年の9月だったんで、昨晩は使うのをやめて今日買ってきました。パンシロン。AZ で飲んでもあまり効かないので、ちょっと立て続けに3袋ほど飲んでみました。今ちょっとようやく落ち着いてきた感じです。本当は今日健康診断に行こうと思ってたんですよ。ところがネット経由で病院に予約したんですけども、なんかきちんと予約が取れていないというお粗末な結果に なり、本日は、まあ、札幌市内の公衆浴場に行ってちょっとここ最近の疲れを癒してきました。はい、皆さんは健康診断受けてますか？正社員の方だったら、まあ、毎年必ず会社で行うと思うんですけども、我々非正規はそこら辺も自分で管理しなければなりません。だからこの昨夜から来るこの胃痛が、まあ、ここ最近のストレス、忙しさから来るストレスによる胃痛であればいいんですけども、まあ、そういうためにもやっぱり年に1回は健康診断を受けた方が良いのではないでしょうか。一応私が所属している派遣会社からは健康診断を無料で受けられると言われているので、来月再度健康診断の予約をしたいと思います。最近のこの忙しさゆえ動画の投稿が空いてしまいました。もっとも動画のネタもありませんし、まあ、この忙しさがいつまで続くのか分かりませんが、私は頑張りたいと思います。私は生きてますし、仕事もちゃんと行ってます。とりあえず、近況報告の動画でございました。どうぞ皆様も、まだまだ寒い日が続きますが、お体に気をつけてくださいませ。もしこんな哀れな派遣社員の私に興味のある方は、ぜひ、チャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。